ますよ。せーの、発射。はい、皆さんおはこんばんちは、ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢よ、悪でしょっぱなはやっぱカービィちゃんなんだよな。この前もそうだったし、で相手はブラックか。ピットよりコピーは素直だから使いやすいぜ。というわけで貸してくれよ。すんなり弓矢ゲットと。これはでかい。ピットより曲げにくいってことがあるぐらいね。にしてもそれ以外の性能が強いから問題ないぜ。っていうか弓矢慣れてない私からするとこれぐらいの方が使いやすい。素直な飛び道具が一番強いってね。ほら、少なくともカービィちゃんにはその方が向いてるぜ。下投げでかい。地味に下強でつかみすかしたわね。ピットのつかみカービィちゃんのしゃがみで避けれるんだぜ。それはでかい。くらえ。あと一発詰めればバーストするわね。せーの、あー、ピットの音。最強か、このコピー。牽制からバーストまで全部使ってるの笑う。ちょっと貯めるだけで火力 10% 超えるからバカにできねえし。カービィちゃん基本一発殴って 10% いくかって感じだからね。それ。はい。いい調子だぜ。コピーから格闘まで発揮できる理想的な流れ。普段からこういうのできたら完璧なんだぜ。タタタタタ。コピーは剥がれてしまうと。けどもう十分だぜ。そこの弓矢はダメなんだよな。お、くらえ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 。いや、さあ、これは全てがよく回ったわね。無事カービィちゃんの素晴らしさを伝えたところで次。次はカムイね。中距離取ってもいいことなんにもないから突っ込むぜ。まあ基本カービィちゃんで距離取っていいことないけど、それは確かに言えてる。まあ比較的の牛で突っ込んでもなんとかなりやすいっていうか、そこの微妙な間合い言葉で言うの難しいのよね。それな。はい、能力貸してくれよ。綺麗な流れ。まあ飛び道具としては微妙なんだが。やったぜ。威力プッチョ、多分別編ミスだと思うがそれを差し引いても強いな。 90% ぐらいでバーストするからね。牽制しながらワンチャン噛みつく感じかな。ナイス掴み、掴めると思わなかったぜ。今の掴み外しは笑う。カービィちゃんの上スマ姿勢が悪さした。割と惜しかったけど。コピーも剥がれてしまったか。まあやりダメージを受けなかっただけマシね。よく頑張ったぜ私の下強。下投げをくらえ。いいダメージ、もう一度貸してくれよ。やったぜ。最近吸い込みの調子いいわね。とっさの暴れとかに合わせるの慣れてきたからかな。ただ正直そのダメージでコピーしても使いにくいな。危ない危ない、割とギリギリだったの驚いたんだが。そりゃまあ 120% で崖橋攻撃受けちゃねえ。あ、今の紙貯めたら当たったかもしれないな。とっさの逆、いい暴れ。くっそー早かったか。残念、ほらー、くっそー横に抜けられたぜ。しまっと、危なっかしすぎる。さすがにもう見破られてきたかな。もう反撃でバーストするし振り回せないでしょ。その通りだぜ。っていうかもう上投げでバーストするな。さっきの投げも正直危なかったと思う。よしこのカッターがかかったのはでかい。はい、まあ今のは仕方ない。あの空したキャッチ好きでないのかよ。一定の高さ以上ではね。お、抜けた。あ、抜けてねえし、なんで抜けねえのよ。なんだよ、むしろ演出出たことの方が驚いてるわ。それはある。こっちコカコカも何もかかってねえからな。まああと数発殴るなり上投げするなり、普通に詰めれば大丈夫な技だが。やっぱくうまい横スマは強い。慣れてからは主要バーストタクの一つになったぜ。これ横スマ当てれるかで必要ダメージ全然違うからねー。それで次はしずえか。調べてみたら意外と村人より強い要素あるのよね。まあそれに、はこのしずえクッソ攻撃的で笑う。クソが半笑いでまとわりついてきやがってよ。こう見ると意外と機動力あるんだなって思ったわ。いやー危ねえ。今も割と危なくて笑う。最後本当てされたらバーストあったぞ今。もうストック差がついちゃったけど。っていうか攻撃一発すら入れれてないんだよな。くらえ、掴みを入れて。いつもの。やっぱこれほんと火力でかいぜ。 40% ちょっとだもんね。外れ。今となってはお手軽上昇コンボみたいなの減ったから火力叩き出せるコンボ強なんだよな。投げコンボもちょっと不安定になったしね。それもある。オッケー、オッケー。逆を割り込んでいくと相殺した時とかにな。ただリーチが短すぎていまいち信用ならないのもあるんだよな。たまに攻撃振りかぶり姿勢で避けられるとかあるみたいだし、それされたらほんと笑えん。っていうかこのペースだと負けるな。普通にダメージ5着だからね。くっそー、ハニワが見えなかった。足元にもハニワが。それい、横強一発で潰れるのが幸いだぜ。まあリーチ短いか。はくっそ飛んでて笑う。普通に右入力してたんだけどな。たまにあるわよねそういうの。で次はサムスト。お、落ちろ。開幕外れ。まあ仕方ない。でコピー狙いたいのは山々だがな。コピーしても普段の立ち回りがおろそかだと結局負けるっていう。やっぱそんな簡単な話じゃなかったんだぜこれ。しまった。まあその後隙は狩られないと。痛い。空母が刺さる。こいつのキック普通に重くて吹っ飛ぶんだ。あとね、危ねえ。
距離自体は詰めれてるけど、うまいサムスは距離詰めても格闘も強かったりする。何回見た光景か。果たしてそのくうまいジェットは何人ものジャンプを潰してきたか。貸してくれよ。そっちじゃねえ。くっそー、謎に反転するしガードも出るし。おらー、そこでメンタル崩れたらいけないっていう。これぐらいで逃がされちゃいけないんだぜ。崖奪いは外れ。まあこのカッター当たったからいいか。もう一回復帰阻止だ。完全に同じじゃない。崖奪い外してカッター当てるまでがワンセット。そろそろゲッツイペース。ミサイル潰して横スマに繋げるクーマエプレイ。今のは完璧だったわ。たたたっていうかミサイルクーマエとかで潰せるんだな。知らなかったぜ。確かに爆発したらこっちも。で、おいいいいい、そこつかめよう。前方の高さでつかめませんでした。そんなことあるんかい。もう何かしら食らったらバーストするわね。ジェットは絶対に食らわない。危ねえ。真正面に。あ、忘れてた。上投げバーストは健在です。まあ今回は割と寿命っちゃ寿命だったけどな。ほかほか次第では 100% で投げばする恐怖の技。さすがにその仕様はおかしいと思ってるけど、この試合は順調とスムーズに火力稼げてるぜ。いや、さあ、この流星状態でコピーできたのはでかい。よし、この飛ばした隙に貯めるぜ。わざわざ距離は取らない方がいいってね。純粋な弾幕勝負は向こうの方が有利だからな。無駄な2発目を食らうと。このコピーは剥がしたくないからな。無駄な多段技を受けたくないぜ。構わず詰め続けると。おらー、あかん。危ねえ。中途半端に溜めようとしたあげくコピー剥がれるのが一番辛いからね。そうだぜ。というかサムスに限らず、本コピー技は普段の体術に添える感じで出すのがいいんだよな。まあ今押されてる。もったいねえ。やっちまったぜ。卑怯なチャージショットか。ナイス横スマ。この生当てはでかい。この隙に溜めたのを掴んで当てたいわね。それがいつものセットなんだが。くっそー、簡単に。とうとうコピーが剥がれてしまいました。一発も当ててねえぞ。お相手が上手いのとこっちもミスしたのと、簡単に掴ませてくれなかったぜ。掴めたぜ。今となっては、まあこれでも十分強いけど。空母クリティカルでバーストと、普通に強いんだよなあの蹴り。ほんと小回りが効かないってのを除けばほとんど強いからね。徹底して攻撃避け続けるしかないんだよなあ。慣れるまで難しいけど、距離感掴むまでがしんどいと思うぜ。いつもの、もはや多少の掴みは仕方ない。それでも中距離で詰め続けるぜ。これ、さっきの感じね。ほんと嫌な予感した瞬間撃ってくるよな。今の横スマは惜しかった。当たれ。ナイスジョブだ。今のは我ながらうまくいったと思ったぜ。できたぜ。アプデで新しく出てきた面々か。超リーチっていうカービィちゃん泣かせ要素入ってるけど、もちろんリーチに火力もなかなかヤバい気がするんだが。危ねえなほんと。だが攻撃は割と相殺するし、斜め上に待機できるから露骨に戦えないってことはねえかな。確かにカービィちゃんが積むのは、絶対的な武器判定が前方に出てくることだからねえ。それ、そこら辺が助かったって感じかな。しかしそれ貸してくれよ。やったぜ。念願の超リーチを獲得したと。これが弱くないわけないんだよな。なかなかにエグい起動してきて笑う。今回のアプデコピーはかなり強いの揃ってるぜ。この前の勇者しかりね。発射。これスピードやべえな。そのリーチが持っていい発生じゃない気が。小山田カービィちゃんに面白い能力授けてくれたでまったく。そのビームが微妙に追尾してくるのもなかなかにやらしい。発射。外れ、けどまだ終わってないぜ。いやさあ、これは有能。上下に避けたところでいつもの技をぶつけれるからな。こういうところで素直な技してるカービィちゃんの強みが生きてくると。それだぜ。もう一回。外れ、おらー、くらえ。発射。割とバースト危なくて笑う。くらえ。これだいぶ面々側復帰しんどいんじゃないの。今の感じだとな。けどこれ全てに言えることだけど、まだ出たばっかだから有利不利とか全く当てにならないんだよな。それはあるわね。あのジョーカーやゲムオも最初は評価されてなかったしね。そういうことだぜ。これは美味しい。いいつかみ。はい、落ちろ。これは入った。残念。完全に決まったと思ったんだけどな。相手にメテオがなかったのが助かったわね。確かに、くらえ。欲しい。この追尾性能そこそこって感じだな。全く使えないわけじゃないけどって感じ。普通に役には立つけどな。お相手さん腕の種類とタイミング変えてくるわね。両腕操作と右腕を。右腕を変化させるのがコンセプトみたいだしな。赤いやつが取り回し重視って感じね。今は黄色いやつに変わってるけど。掴みが広い広い。月が大きいとはいえワイヤー組たくさん来るのやめてくれよな。危ねえ。もはやスマブラしてる感じじゃなくなってくるんだけど。マジこれ強いな。地味に本体殴る方も普通に強いわよね。
っていうかまずビームより本体の方が威力強いぜ。さっきも結構飛んでたしね。外れ、さすがに今のは間に合わなかったか。けどやっぱ腕打つのは気になるよな。この掴みはでかい。あっしゃー、これビーム当たってたらワンチャンバーストあるな。2発目のビームも普通に当たりそうだったからねー。崖橋からルーペまで届くって素晴らしいな。これが今まであんたが味わわなかった境地よ。よし、もう少し火力稼いで横スマ決めるぜ。普通にバーストと、さすがあの黄色い大玉は吹っ飛ぶな。中盤以降あれ振り回されると色々厄介になりそうね。上の一撃もある。あかん。投げが入ると、掴まれると左腕のドラゴンが強くなる。一気に 30% 以上食らってて笑う。普通に火力高くなるしガードもあまり当てにならないなこれ。あかん。一気に火力逆転されたわね。横は絶対注意す。チソーレー、攻撃は横だけじゃなかったと。グッソーいい方向に飛ばせやがんな。それでは今回はこれで終わるぜ。ご視聴ありがとうございました。でまあ今のところ面々カーディちゃんはなんとかなりそうだけど、そっちはどうなんだよ。今聞く？うん、正直魔王はまあまあ怪しいと思ってるわ。あ、そうけどワンチャン近づけたら殴れるのは間違いないし、援国役も外受けにした今日確定するからね。しんどいのには間違いないけど俺めげないぜ。